はい、どうもー、はい、楽しいしご飯の時間ですよ、ということで出来上がりました。今日のはちょっとこれいけるか、いけるか、ちょ、真っ白すぎて全然わかんないでしょうね。下手したら支柱にも見えるかもしれない、支柱にも見えるかもしれませんけれども、これはグリーンカレーでございます。めちゃめちゃ楽しみです。いただきます。はい、その前にモイヨットちゃんグリーンカレーでございます。あだす、はい、いきますよ。乾杯乾杯乾杯です。よしね、よし、よっしゃ。あ、しまった。お店すると逆だったから、まあいいや。逆でしたね。鶏肉ばっかり。こっちの方が彩り綺麗に見えてるね。モイヨットちゃん、ナンプラー、塩。以上。具。スナップエンドウ、タケノコ、鶏肉。ピーマン。多分、そんだけ。改めまして、いただきます。さあ、楽しみだね。楽しみだし。もうカレーだ、あ、ココナッツミルクも入って、もちろんココナッツミルク。あ、いい香り、いい香り。あ、いい香り、いい香りです。お、あ、おうおうおお。うん。おお。おお。そうですか、うん、辛い、ちょっと辛い、ちょっと辛い、うん、あ、うん、うん、非常に美味しいです。いや、美味しい。いや、大したもんだな、大したもんだな、モイヨットちゃん。米は以前スパイスからカレーを作る回で炊いた時にちょっとずつスライドしておったのを合体した、こう僕が見た中では一番高級な細長いインディカ米、うん、やっぱこの米と合う。でもすごい、おじゃグリーンカレー正直言って信じてなかったんですよ。うん、正直言って信じてなかった。これもまた持ってうまそうだ。モヨトちゃんすごいな。モヨトちゃんをアマゾンで買って届いた時に入ってったパンフレット、その中に簡単グリーンカレー中レシピが入っておって、そのココナッツミルク、ナンプラモイヨットちゃん、これ調味料これだけって書いてあって、それだけで作るので簡単グリーンカレーって書いてあったんで、僕グリーンカレー結構好きなんで、正直ちょっと待ってくださいよと、いくらモイヨットちゃんとはいえ、うん、スナップエンドウ入れて正解。いくらモヨットちゃんとはいえですよ、協力モヨットちゃんとはいえ、ナンプラーと合わさっただけでグリーンカレーにはならんでしょと。思っておったんですけど、まあ、ちゃんとしたグリーンカレーの作り方僕知らないですけどね。ココナッツミルク、僕今まで作って動画にしたことないけど、ココナッツミルクとあとグリーンカレーペースト、グリーンカレーの素みたいなの買ってきて混ぜたぐらいだからちゃんと知らないんですけど、モヨットちゃんとナンプラーだけでそれ無理だろうなと思ったけど、いや、なかなかどうしてこれ、僕はちゃんと言うこと聞かないんで、ちょっと物足りなさそうだなと思って塩もちょっと入れたりはしましたよ、しましたけど、いや、グリーンカレーですよこれ、グリーンカレー、赤い、うん、
十分。確かにそのお手軽簡単グリーンカレーです、これ。うん、バジルもいいね。バジルもいい。そのレシピでは、あ、森田さん本当強力なんで、ぜひ購入してみてください。こんなこともできちゃいます。立てかけるだけじゃなくて、この動画も、どの動画もですけど、僕の動画の説明欄、概要欄、リンク、Amazon での購入のリンク貼り付けてありますんで、ぜひそちらからもよとちゃん、購入してみてください。よろしくお願いします。そうすると、僕も、10円ぐらいかな。いくらか忘れちゃいましたけど、Amazon アフィリエイト2、あれで貼ってあるんで、リンクを。ちょっとは、僕にもプラスになるし、僕も嬉しいってことです。よろしくお願いします。うん、それで注文したら入ったのね、パンフレットみたいなのが。それのレシピではナンプラーと、あっ、もう一ちゃんだけって書いてました。で、僕は塩ちょっとだけ入れた。で、本当にでも塩ちょっとしか入れないから、要はいけるってことですよ。タケノコの大きさも良かったな。うん、この大きさで良かった。で、スナップエンドウは入れるとは書いてなかった。ただ僕はスーパーで、あ、すっげー美味しそうと思って、スナップエンドウ大好きなんで、まあ辛いな、いい辛さだな、パンパンに張っておったから、これはグリーンカレー作るとき入れるしかないでしょって買ってきたスナップエンドウです。レシピには入ってない。ピーマンも確か入ってない。パプリカとしか。うん、パプリカ入れていいんだったら、ピーマンもね、入れていいでしょうと思って入れたけど、入れていいでしょう。バジルは入ってた。うん、はあ、いや、もうヨットちゃん優秀だよ。優秀。何度も言いますけど、カレーだけじゃないのよ。辛み、うまみ、酸味で、ちょっとした甘み、でも何よりうまみなわけですよ。うまみが追加されるから、追加とか増す、旨味が増すわけですよ。うん、いや、いいな、やっぱいいな。こっち系とかあっち系のカレーはやっぱりなんつったってチキンが合うな。チキン、鶏肉はやっぱチキンが、まあ、そういう文化でできてきてるメニューだからでしょうね。これが日本風、日本風じゃない、日本風、日本風のカレーとか、日本でいう欧風カレーとか、本当に欧風ヨーロッパで、西の方であのカレーなのかって言ったら僕は分かんない。それちょっと調査し忘れました、ごめんなさい。西側の方訪れた国々何カ国かありますけれども、そういえばそういった意味でのカレーの調査忘れました、ごめんなさい。それは反省します、大いに反省します。だからあれが本当の欧風なのか分かんないですよ。日本でいるところの欧風とかあればとかいうのであれば、ビーフ、日本であれば
ビーフポーク、それとってもよくは美味しいけど、インド、ベトナム、パキスタン、ホンジャマカ、ホンジャマカじゃないホンジャマカじゃない、すいません失礼しました。石塚さん、めぐみさん、めぐみさん、石塚さん申し訳ございません、ホンジャマカじゃないです。インド、ネパール、スリランカ、バングラディッシュ、要はあそこら辺のあっち方面のカレーといえばやっぱ鶏肉だし、実は豚ですよね、僕が使ったの豚でやりましたよね、スパイスカラーのやつ、確かあれやっぱ美味しいんだけどやっぱ違うもん、あっち方向に行こうとスパイスがしてるから、そうすると豚じゃないんだよ、やっぱ鶏なんですよ。グリーンカレーもそう、まさにそう、やっぱ鶏なんだよ。まあプロがねしっかり考えてやりゃ、何が材料なんだって、素材高級なのから もらったいただき物から、海や山でこう積んだり取ったりした幸ですよ、もう幸、この表現も大好きなんだけど僕、海の幸、山の幸ですよ、幸、どういう、どうしてそこでそれを持ってきたと、誰が思いついたのと、せめて恵みで止めるところがもう大体の人じゃないの、せめて頑張っても恵みまででしょ、海の恵み、山の恵み、その幸までした、いやもっとそれはすごいことだよって、すごいよ幸だっつって言った、最初にやった人すごい、ほんと幸ですよ、海の幸、山の幸、考えられない、その感覚、すごいね、自然と共に生きてた先輩方のその感覚、すごいです。ああ、まあ今日のこれで言えば、このスナップエンド、炒めから入れなくてもよかったかもしれない、今日の反省点というか学んだ点ですよ、炒めからじゃなくて最後この夏ミルク入れてから、で、スナップエンド入れて、で最後にバジルの葉っぱ残しておいた分を入れて、それでも良かったかもしれないです。と思います。この崩れ具合を見るとね、ちょっともったいない、もちろん美味しい、美味しいんですけど、あ、辛いとこ来た、なんでだろうな、ちょっとあれがあるんだ、バラつき、ムラがある、そのムラっていうのはバラつきって意味ですよ、うん、辛みにしっかり混ぜたけどね、うん、まだ辛いね、ここも、スナップエンド美味しいんだけど、もっと美味しくできた、炒めるところから入れなくてよかった、
もしくは煮る時間をもっと、これ今日なんで僕がちょっと長めに煮たかっていうと、鶏肉冷凍からやったんですよ。だから長めに炒めて長めに煮たの。これがもう解凍済みの、あのしっかり解凍済んでおる肉であれば、もっと焼き時間も短く煮る時間も短くてよかったでしょうから、そしたら大丈夫だったかもしれない。でも僕の今回のやり方だとしたら、冷凍をちょっと解凍して、ちょっとまだちょっとだいぶまだ凍ってる状態からやってるから長めに煮たから、そのやり方であればスナップエンドは持った後、そしたらあのパンパンに張ってたあの状態をもっと生かすことができた。本当に申し訳ないことした。指揮官というか監督というか、そういう立場にあるわけじゃないですか僕は。この一皿の話で言うと、その采配ミスですよ。采配ミス、完全に。もちろん美味しくて完全に優勝してるんです、優勝してるんですよ。でもそれでも生かしきれなかった。個人的なそのパフォーマンスをもっと高めてあげれば、年俸もっとね高くなったはずなんですよ、来期の。でも僕の采配のまずさによってチームとしての優勝は勝ち得たけれども、個人個人個々としてのポテンシャルを 100% 引き出してあげることはできなかった。それは大いに反省します。米長い、ほんとこれよく合うんだな、こっちら辺とはな。この米長いの分かりますこれ。長いでしょう。量もちょうどよかったな。バランスが思ってたよりも米の量が多かったんですよ。これ2つチンしないと足りないなと思ったんだけど、思ってたよりも多くて、で作り終わってみたら、このカレーの方もてよりも多くて、正直これ収まりきるか分かんなかった。ちょっとヒヤヒヤしながらついてたっていうか、持ってたっていうか、フライパンから移してましたけど、ギリギリこの液体カレーの汁がスープが米の隙間にこう行って米に吸い込まれていくのちょっと待ちましたもんね。こうやって隙間作ったもんね、促すために、行ってらっしゃい、いらっしゃいするために。いやしかし、んーとちゃん本当にすごい。グリーンカレーになってるもんね実際。ちょっと作り方調べてみようかな。本当のグリーンカレーの何を足すべきなのか、今回モヨットちゃんとナンプラー、塩少々ですかね、塩なんかいなくてもいいって書いてあったぐらいなんだから、それでここまで来たんですから。
本当のやつは何を入れるのか、それが簡単なものだったらこれにそれ足したらさ、どこまで行っちゃうんだって話ですよ。鶏はもも肉です。もちろんもも肉です。今日は食べてる動画と作ってる動画別になると思いますんで、作ってる動画の方もぜひ、ご覧になってください。めちゃめちゃ簡単ですから、めちゃめちゃ簡単。でもちろん日本米、うるち米、国産米も美味しいのは間違いない。でもたまにはこの細長いインディカ米、こちらでカレーを食べていただきたい。僕は好き。日本のカレー、日本の米、最高。あっち系この米とか、なんもうなんなんか最高じゃない。なんなんかもう両方最高、両方三方、三方最高。三方のカップラーメンの三方さんも大国最高。うん、グリーンカレーになってた。信じてなかったけどグリーンカレーになってた。もうちゃんとナンプラーで、いや本当思ってた以上、全然信じてなかったけど、ということです。もうちゃんとナンプラーでやったグリーンカレー、作ってる動画別にあるんで、そっちの方もぜひよろしくお願いします。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃうぞ。